どうも、マサイです。すお願いしますさあ今回はね2024年インターハイサッカー男子出場全52校決定ということでこ決まりましたチームを見ていきたいなと思いますさあ本日6月19日に北海道決勝が行われまして全てのね代表校そして全ての第1代表第2代表が決まりましたさあ早速ですがその全52校見ていきましょうこうなりましたどうぞさあ今年の夏の日本一を かけて戦うチームはこの52校となります北海道そしてね開催地の福島東京神奈川大阪ここがね2校出れますさあ初出場なんですが山形県の山形明星高校福島県のね帝京朝霞高校群馬県の京愛学園石川県大鳥学園大阪の広告高校福岡の福岡大若葉 そして佐賀の隆国高校が初出場校となっております。あの J リーガーをたくさん輩出している大阪の広告高校が初出場というのは意外ですね。そして最多出場で行けば、さあ一番多かったのは丸岡高校35回目。多いですね。そして2番目に多かったのは帝京高校34回目の出場。そしてその次に多かったのが一立船橋と、 富山第一のね31回目となっております青森山田はね27回目そして、えー、連続出場でいえばここがやはり一番です青森山田が24大会連続の出場となっております鳥取の米子北が16大会連続とさあ久しぶりに出場権をつかんだ一番の高校は高知小津高校27大会ぶりの出場となりました。 さあ去年の優勝校の名前がありません茨城県の明州日立高校は茨城県決勝で鹿島学園に敗れましたということでね2連覇はなりませんでした波乱があったといえばここですかね群馬県前橋育英がね準決勝でこの京愛学園に敗れましたさあここもね番狂わせと言っていいでしょう福岡県東福岡高校が 準決勝で福岡大若葉に敗れました福岡大若葉そのままね勢いに乗って優勝全国出場となりました去年の選手権準優勝校大見高校も出場権を獲得しております2023年去年のインターハイベスト4チーム先ほど言ったね明州日立が優勝そして準優勝が東高学園え、ね、神奈川ですね今年もね出場しておりますそして3位が同じく日大藤沢だったんですが日大藤沢は準決勝でこの東高学園に敗れ今年は出場ならず 去年のベスト4最後の一つは国見高校でした。国見高校はね、今年も出場権獲得しております。さあそれではね、出場52校の現在の所属リーグ、そして順位を見ていきましょう。6月18日時点でのリーグ順位です。まずは東日本の方からです。こうなっております。どうぞ。さあ北海道代表はともにね、プリンスリーグ北海道所属。 そして青森山田。今年はね、プレミアリーグイースト現在7位。岩手県の東野高校は岩手県一部1位。7戦全勝となっております。去年のチャンピオン、明秀日立を破った鹿島学園はプリンスリーグ関東一部7位となってます。前橋育を破った氷愛学園は群馬県一部9位。そして昌平高校はね、プレミアリーグイーストね、E10 位につけてます。4位。駒沢大子は東京一部3位。 そして千葉県はね、流通経済大柏がプレミアイースト1位だったんですが、そこをね、現在ね、プレミアリーグイースト最下位の市船が破りまして、市船が出場権獲得しております。さあ、山梨県は山梨学院、プリンスリーグ関東2部、現在1位を走っております。帝京長岡高校も現在リーグ戦順調ですね。プレミアリーグウエスト3位につけております。プレミアね、初挑戦で3位です。静岡学園は現在プレミアリーグウエスト11位とちょっと苦戦しております。 提供代下には岐阜県一部1位となっておりますさあそれではねもう半分見ていきましょうこうなっておりますどうぞさあ去年ね J リーガーを出している東邦高校愛知県一部1位で現在無敗ですさあ関西勢はねプリンスリーグ関西所属が多いですねえー、県リーグでいくと生駒が奈良県一部5位近代和歌山が和歌山県一部1位8戦無敗ですね現在近代和歌山さあ岡山の作用高校は岡山県一部現在1位7 0無敗となっております 高川学園プリンスリーグ中国に、えー、今年上がってきたんですが現在2位につけておりますそして四国勢はプリンスリーグ勢が1校徳島のみとなっておりますあとはね県リーグ所属東福岡高校を破った福岡大若葉福岡県一部2位去年インハイベスト4に入った国見はプリンスリーグ九州2部2位となっております大津高校はプレミアリーグウエスト現在1位となっておりますねすごい首位さあ日照学園はプリンス九州一部1位 そして神村学園プレミアリーグウエスト現在9位となっておりますさあ見ていただきましたちなみに近年の優勝校のその当時の所属リーグはこうなっておりますどうぞさあ去年の名秀日立はね茨城県リーグ一部に所属しておりましたが全国優勝しておりますそして前橋育英青森山田プレミアリーグ所属でしたさあ東高学園も県リーグ所属でした山梨学院はプリンスリーグに所属しておりました さあ流通経済大柏もね優勝当時プリンスリーグ市船はプレミアリーグ所属東福岡はプレミアとなっておりますやはりねプレミアリーグ勢が優勝が多いですプリンスリーグもね負けじとありましたそして都道府県リーグに所属してても優勝してるチームありますので本当にわからないなというところですさあ見ていただきました全国出場52校のチームということでまあまだね組み合わせすら決まってませんから とりあえずね、出場校を見てみるという形でしたがここからまた組み合わせが決まってどういうカードになっていくか組み合わせが決まりましたらちょっとね予想の方もしていきたいなと思いますさあ今回は以上となりますまたインターハイのね出場校のねもっと細かい部分などこのチャンネルでね紹介していきたいなと思いますのでぜひぜひご視聴よろしくお願いしますそしてそしてチャンネル登録の方もお願いいたしますそれではまた